ただいまから知事の記者会見を始めさせていただきます。最初に知事の方からお願いします。はい、春の地域安全運動の実施についてです。本日から4月の27日までの間、春の地域安全運動を実施をいたします。府民の皆さんには防犯意識を高めてもらい、自主的な行動を取っていただけるよう、この期間、府内各地において地域住民や事業者の皆さん、警察、自治体などが一体となってさまざまな活動に取り組みます。今回の重点は特殊詐欺、子どもや女性を対象とする犯罪、自動車関連犯罪及びひったくりの3項目に関する被害防止です。まず特殊詐欺については、還付金詐欺、還付金などの詐欺の被害は昨年に比べて大きく減少しましたが、オレオレ詐欺の被害は昨年の約2倍の166件が発生をし、被害総額は約4億4千万となっています。オレオレ詐欺の手口は、犯人が子どもに成りすまし、電話で子どもに成りすまし、会社の金を横領した、あるいは不倫相手を妊娠させたなどと言って、示談金等などを何とかしてほしいという要求してくるものがあります。また百貨店や警察官などを名乗り、あなたのクレジットカードが不正に使用をされています、キャッシュカードも悪用されないように処理するので合わせて預かりますなどと言って、カードを騙し取りお金を引き出す手口があります。府民の皆さんには、このようなお金やカードを要求する電話があれば、すぐに家族や警察などに相談するようにしてください。また知らない電話番号からの着信時には、留守番電話やナンバーディスプレイの機能などを活用するなど、しっかり自衛策を講じていただきたいと思います。大阪府では、市町村が65歳以上の高齢者に自動録音機など被害防止用の機器を貸し出す事業への補助を行っており、これらの取り組みを通じて市町村とともに被害防止を進めていきます。2点目の子どもや女性に対する犯罪については、誘拐や強制わいせつの被害防止を目的とした防犯教室を実施するほか、府警、市町村、府で設置する地域安全センターを拠点に活動を行っていただいている防犯ボランティアの皆さんと連携協力をして、安全見守り活動を実施をいたします。3点目の自動車関連犯罪およびひったくりについては、ナンバープレートの盗難防止ネジの無料取り付けキャンペーンや、ひったくり防止カバーの無料配布などに取り組みます。犯罪被害に遭わない安全安心な街大阪を実現するためには、皆さんでの力を合わせることが重要です。府民の皆さんにはこれらの取り組みに積極的に参加をしてください。次に、企業版ふるさと納税の対象事業の認定などについてです。地方創生の実現に向け、民間企業から地方公共団体への積極的な寄付を行っていただけるように、平成28年度の税制改正により、地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税が創設をされました。この度、企業版ふるさと納税を対象事業として、観光業振興など3事業について内閣府から認定を受けました。具体的な事業としては、鉄道の駅における多言語案内モニターの設置補助、広域サイクルマップの作成などを予定をしています。これらの事業には、大阪府外に本社を置く12社からご賛同いただき、総額350万円の寄付の申し出がありました。平成30年度及び31年度の事業費として活用をさせていただきます。誠にありがとうございます。今後も企業版ふるさと納税をや対象事業について、府ホームページをはじめ広く PR をしていきます。引き続きたくさんの企業からのご寄付をよろしくお願いいたします。僕からは以上です。それではご質問をお受けいたします。最初に感謝の関西テレビさんからお願いいたします。関西テレビの田中です。よろしくお願いします。まず春の地域安全運動の実施について伺います。今回の重点ポイントについて、おおむね件数が減っている中、自動車関連犯罪だけが増加しているようですが、背景にはどのようなことが考えられるのでしょうか。まず自動車関連犯罪というのは、自動車盗、
車上狙い、部品狙い、この3つの手口を総称して自動車関連犯罪と言います。府警によると今年度は増加をしているものの、例年の増減傾向の範囲内であり、その要因の特定はこれ困難でありますが、引き続き発生状況などのを詳細に分析をし、対策を講じていくこととしております。まあ、府民の皆さんには、あの犯罪被害に遭わないように車を駐車するときには確実にエンジンキーを抜き、ドアロックをする、車内に貴重品を置きっぱなしにしない、特にナンバープレートの盗難が多くなっているので、盗難防止のネジをつけるなど、防犯対策をお願いをいたします。続いて企業版、ふるさと納税の対象事業の認定等についてと伺います。この内閣府から認定を受けた対象の3つの事業なんですが、どのぐらいの寄付を目標としていらっしゃるんでしょうか。まあ、これはもう多ければ多いほどありがたいなと、そう思ってます。まあ、これふるさと納税ね、企業版ふるさと納税もこれ地方創生で地方分権というんだろうね、もう、まあ、内閣府でね事業を固定してもらいたくないなと思いますね。我々に裁量を渡していただいて、その自由にこの寄付をね、こうの受け皿を作れるようにしてもらいたいと思います。例えば子ども未来基金だとかね、そういうとこももうこれやっぱり貧困の連鎖で、貧困で仰いでる子どもたちを要はサポートする基金ですからね、そういうものにも使えるようにしてもらいたいなと、そう思ってます。ありがとうございます。感謝からは以上です。では次のご質問をお願いいたします。毎日新聞の月です。よろしくお願いします。はい、先日ですね、坂井屋さんが万博の誘致についてなんですけれども、アフリカ票が、ロシアになびきつつあるというような発言をなされてましたが、現在 そのアフリカの票の知事の認識とですね、吉村さんが今度出張されますが、その時に期待していることなど教えていただけたらと思います。アフリカ票についてね、これはやっぱり我々、日本をこう完全に支持していただけているというところまでは言ってません。個別の国で、支持するよと言っていただいているところはあるけれども、なかなかやっぱりね、アフリカ雇用の行方というのは見えない部分があると思います。ただ日本は ODA 等を通じてね、アフリカ諸国に対しても、国際貢献を、しているわけですから、これやっぱり国の、外交力と、それから、今まで培ってきた、ね、貢献の実績、こういうものをアピールしながら、アフリカの BIA 加盟国には日本を応援していただけるように働きかけをしていきたいと。で、吉村市長については前回もアフリカにティカドの会議で行ってくれてますんでね、2度目ということで、アフリカの各国代表の皆さんに大阪の良さを伝えてきてもらいたいと思います。ありがとうございます。別の質問なんですけども、教育長が、校則の見直しについて発表されましたけれども、あれ教育長の方でピックアップしてですね、下駄の禁止ですか、そういう発表があったんですけども、知事が報告を受けている中で報道に出ていないようなものでですね、変わったものが直されたのか、そういうものがもしあったら教えていただきたいのと、あとも今回の見直しの全体的な評価を、お願いいたします。いや、校則の、ね、見直しについてはこれはまさに学校の、現場での判断ということですから、僕が直接介入する話ではないと思ってます。だから時代に合わせた、現在の、現代に合わせた校則というものを、絶えずね校則を見直しながら、子どもたちが、
の、こう学校現場という現場が本当に主役である子どもたちのためにね、どういうルールがいいのかということを考えながら、その校則を定めてもらいたいと、こう思ってます。まあ、今回はだから今まで全く、まあ、長年校則について、見直しが行われてなかったんだから、時代にそぐわないものを、まあ廃止をして、今の時代に必要な新しい項目を入れたということだと思います。ありがとうございました、はい、それでは次の、日経新聞の堀越です、うん、ちょっと万博に関連してなんですけども、うん、今 BIE の視察団がアゼルバイジャンに行ってると思います。でロシアは終わってですね、ロシア の、 誘致委員会のホームページなんかを見ますと、その BIE の視察団が、まあ、日本と同じ会見でですね、評価をしていて、そのロシアについてエクストリームにポジティブという表現を使って評価をしています。で日本は会見でいわゆるポジティブという評価で、こう言葉尻だけを捉えるとですね、まあ、向こうは極めて良好、日本は良好という評価で、若干ロシアの方がこう格上かなという感じがするんですが、そこら辺、まあ、知事どう見られておられるのかというと、まあ、そこの巻き返しに向けてこう何か作戦がありましたら教えてください。いや、そもそも、まあ、ロシアもアゼルバイジャンも強敵だと思ってるから、全然こちらとしても油断はしておりません、だから、まあ、ロシアも必死で頑張ってるということなんでしょう、まあ、これから11月に向けてね、もう本当に大詰めになってくるわけですから、これはもう日本の総力を上げて、さっきから繰り返しになりますけど、日本の外交力、それから 大阪のこのおもてなし力の PR、こういうものをこうパッケージにしてね、 BIE 加盟国それぞれに、売り込んでいきたいと思ってます。それでは次のご質問をお願いいたします。よろしいでしょうか。あ、すいません、時事通信の島屋です、うん、昨日も出た話なんですけれども、新潟の米山知事が県幹部の方に辞意を伝えて、今日の午後にも正式に記者会見するということなんですけれども、まず受け止めの方をお願いします。いや、まあ、受け止めというか、昨日 の、 まあ、会見のあれ録画で 見ましたけど、ちょっとよくわからんなという感じですね。その中でも一番わからんのは、知事は対応って意味わからんかったけどね、ちょっと自分のこと自分で対応って言うか思ってね、ちょっと恥ずかしいな思って、そんな人多分いないと思いますよ。知事が対応だなんていう県民とか、まあ例えば大阪府民でね、知事は対応なんてね、誰も思ってないし、いや、だからその辺がちょっとわからんかったなと。でもなんで泣いてんのかもわからんかったね、まあでも、まあもうそういういろんなプライベートでいろいろあるんでしょう、もうでも政治家の趣旨身体はこれは本人しかわからないんでね、まあ我々が外野からどうのこうのということはないと思います、ただまあ対応はやめた方がいいな。知事は米山知事と、裁判のほうを続けられているんですけれども、これはあくまでも継続するお考えでよろしいでしょうか。これはもう公人としてね、新潟県知事であった米山氏が、まあ、僕と維新の会に対して、こう侮辱、僕は侮辱と取ってるから、そういう、こう不特定多数の皆さんにそういう、意見を、発信したわけだから、これきちっと対処最後まで求めたいと思ってます。共同通信田中です。すみません、万博の話に戻るんですけども、その酒屋さんの発言で、中国が2030年の関東の開催を目指して、ロシアとその協力しているのではないかという発言があったんですけども、まあ、アフリカ表も見据えて中国というのは非常に重要になってくるかと思うんですけども、現状でその中国の支持の感触というのは知事どうお考えでしょうか。いや、これはもう、まだまだこれからだと思ってます、まあ
中国、ロシアっていうのは、それはいろいろ、外交において非常に戦略的なにそういうことに長けている、両国ですんでね、まあ、いろんな、思惑はあると思いますけども、日本としてもね、これは中国っていうのは近くて、こう関係深い、国ですから、お互い、戦略的互恵関係の中でね、これはもう例えば民間のビジネスなんかはもう切っても切れない状況になってるわけですから、まあ民間の皆さんの力も借りながらね、中国も最後は支持をいただけるように、努力していきたいと思ってます。それでは次のご質問をお願いいたします。よろしいでしょうか。それでは終了させていただきます。ありがとうございました。それでは政務に関するご質問をお願いいたします。財務省の福田事務次官セカラリアクなんですけども、調査に関して被害者の相談先が財務省の顧問弁護士で、その点を他の野党は義務されているんですけれども、この点について財務の考えはお願いします。いやだから直接財務省の顧問弁護士にね、こういうと言っても厳しいと思いますよ、そら。だからその人、セクハラを受けたとされる方ね、その方が報道では記者ということになってるんだから、そこの会社の弁護士とかそういう人に、こう通じて連絡を取ればいいんじゃないかなと。それならその人の要は個人情報は守られると思いますよ。まあ、各社は、まあ、要は、一応記者という話になってるから、それは会社の方も守ってくれるでしょ。それはだからその、会社の、要は顧問弁護士を通じて外務省 その顧問弁護士と弁護士同士間に入れれば、その当該の、記者と言われる方 個人としてのさまざまな立場は僕は守られるんじゃないかなと思いますけどね。だからまあ今ひょっとすればこれはそういう、そのセクハラと受けたとされる人はいないんじゃないのとか、まあ、そんなこと言われてるわけですからね。いや僕はだからあの発言そのものがね、ちょっとまあいくら飲み屋といえどもちょっと言い過ぎなんじゃないのと思うけどね。ただまあまあ、お金払って遊びに行ってるその範囲内だっていうのが、財務省の考え方だと思うけど、これ実際にやっぱり取材された相手とのやり取りではこれ大問題だとなるんでね。だからその、被害者の方がね、これやっぱりその会社というか、まあその人の知り合いでもいいから、そういうこう秘密を守れる、そういう 法律化を通じてやるのが一番かなとこう思ってますね。もうはっきりさした方がいいんでね、こういうの、財務省がそもそも求めている自転車に対してその名乗り出るように要請しているという、そういう人持ってますか。いやこれはね、本人名乗り出ようというのはね、ちょっとね、これは、ハードル上げすぎですよ。だから本人または本人周辺の皆さんでいいじゃないですか。それは間に入ってる人はそれはやっぱ法律家としてね、それは信用を受ける人なんだろうから、だからそこまでそれでも了解したっていうことで本人名乗り出ない場合はやはりちょっと
テープの信憑性というものも疑われるんじゃないですか。うん、じゃあ福田、自分自身が説明すべきだという話もありますけれども。いや、福田さんはもう自分で説明してるじゃないですか。知らんと、一切そういう取材も受けていないと、女性記者に対して、そういう、飯食ったこともないと、まあ、言ってるわけだから、福田さんの主張はそうなんでしょう。であれはあのテープは、まあ女性接客する、そういうこう、場所でね、まあ要は飲み屋やね、飲み屋でそういう、こうね、女性相手に、まあ、言葉遊びだって言ってるんだからね。ちょっと言葉遊びの趣味悪いけどね。まあでも、まあでもそれはな、やっぱりまあお金払ってそこ行ってるわけだからね。まあ相手の、その接客してる女性もいろいろ、まあね、こうそういう何ていうかな、下ネタ振ってるかもしれんしね。ただやっぱり自分の立場利用して、それからその自分の立場を利用して取材に来た、女性記者にあれはちょっとダメよねという話だと思う。だからまあもしこれが産経新聞やったら、産経新聞の、顧問弁護士通じて、これはもうその人が財務省の顧問弁護士と要は対決すればいいと思いますけどね。野党からはその、まあ、福田さん攻撃すべきだというふうに曲がってますけれども、だからこう事実がどうじゃないと攻撃、攻撃って福田さんの言い分がそのまま事実だとしたらね、更迭する内容にならんじゃないですか。だから事実がどうなのかっていうのは明らかにして初めて人は処分されるもんで、やっぱり今度福田さん側に立ったら、まあ長年こう財務省官僚としてね、は公務員として働いてきてね、そういう事実でないもので最後処分されるということは、これはもうあってはならんことやですね。だから事実であればこれ処分ですよ。だから今一番大事なのはこの事実なのかどうなのかっていうことをね、はっきりさせることだと思いますよ。だから財務省もあれはちょっと小ずるいと思うよ。だから本人出てこいわ。だから本人じゃなくていいじゃない、その当該の、被害で受けたとされる、記者の社でもいいし、その周辺で法律家顧問弁護士いるんだろうから、そういう人が財務省の顧問弁護士と事実関係について協議すればいいと思うけどね。次の質問お願いします。若狭新聞からです。本日は維新の馬場幹事長の会見で、先日安倍首相が来犯した際に首都構想反対というふうにおっしゃった発言を取られて、反対は理解できない、それなら議員を辞めるべき、判断間違っていたという行動を取るべきだということで、まあ、強く批判していらっしゃるんですけれども、代表としては考え方は同じなんでしょうか。いや、でも過剰に反応してもね、やっぱり仕方がない、総理も立場あるし、政治の世界だから、清濁、合わせのね、そういう器量も、まあ、必要と。まあ、僕はそういう器量がないから、清濁、あんまり合わせの飲めないから、こうやって維新の会やってるわけでね。だから、もともと自民党で、まあ、あまりにもいい加減だったから、これ、維新の会、馬場幹事長も含めて、われわれは維新作ったわけだから。まあ、馬場幹事長の気持ちはわかるけどね、あまりも世の中の人が知ってるじゃないですか、最初はこれテレビで都構想賛成で丸出したわけだから、なんか世の中にいたら安倍さんも気の毒だなみたいな感じなんじゃないの。本心は丸で出しててね、で今こんだけ、安倍さんを取り巻く環境で、まあ、身内からも背中から矢が飛んでる状況の中ではね、まあ本心じゃなくても配慮しないと、こう安倍政権のこう継続というものに対してのね、こう
黄色信号が灯ってまうんじゃないの、それはもう世の中日本中の人が見てて今の状況は分かってるよね。さっきの財務省の話もそうだし、セクハラも話もそうだし、防衛省の、日報がこれ隠されてたっていうのが暴かれたし、それから盛りかけ問題もまだ未だにやはりこう国民が皆さんから見れば納得しないというような状況ですから、まあ、そういう状況の中でね、やっぱり総理としてもいろいろと、こう、まあ、苦慮する中での対応をされていると思いますよ。うん、安倍総理の国交省関連発言に関連して、本日公明党の府議団幹事長が、その国交省反対発言について、まあ、反対とは捉えなかった、だって反対とは言ってないから。うんうん、都構想については、大阪の自民党府連の皆さんの、考えが私と共にあると言ったわけで、都構想自体の、それはね、総理も分かってるの、都構想賛成か反対か決めるのは、直接住民の皆さんだから、要は、憲法と一緒でね、議会はと住民投票を発議するだけなんでね。うん、だからまあ公明党の皆さんはその辺冷静にものを見てるんじゃないかなと思います。他にも質問ございませんでしょうか。戻りますけど、福田次官の件ですけど、財務省のその姿勢について大事なご意見いただいたんですが、セクハラの事実関係の解明について、まず音声が福田次官のものかどうかという確認をすればいいような気がするんですけど、なんかそこをこう突っ飛ばして女性記者に協力を、いや僕はだって音声は福田さんのもんだって認めてると思ってるけどね。麻生音体もあれは福田だなって言ってたしね、声は。でも各、テレビ局みんな音声証文認証あれも専門家に依頼してね、この間昨日おとついぐらいの番組では 95% 同一人物で言ってるんだから、声の主は福田さんしかないんじゃないの。これも科学的根拠を持ってみんな、それを、判定してるわけですからね。ただテープ自身がじゃあ本当に記者とやり取りしたもんなんか、何か継ぎはぎなんか、それを証明するにはやっぱり、この相手が誰だったかっていうことはね、これ確認する必要あるとこう思いますよ。その相手が女性記者でなかった場合は、それはセクハラには当たらないっていう感じですか。男性記者、店の人ってその時に女性記者が横におったら、その目の前でそんなに言ったらセクハラでしょ。店の人だったら相手も店の方がどんだけね、要はその場を盛り上げるためにいろんなね、こうリップサービスというかいろいろまあ楽しい話題してたかもこれ分からんからね。ただまあお店のテープが事実とすると、お店の人がそういう店で、この森友の質問とか僕はせえんと思うけどね。だってそんな要はこう女性がいてて、まあもうどんちゃん騒ぎするそういうお店でね、その女の子が「いや森友はこれからどうなるんでしょう」なんて、そんな店はやったらもう楽しないよね、行ってても。だからまあそれは相手がやっぱり今回の問題はそういう自分の立場権威を振りかざして誰かとこうまあご飯の食べたんか酒飲んだんか知らんけど、まあ、そういうとこであれはダメよねという話だと思いますよ。あとは家計の関係なんですけど、野党が引き続き参考人招致、柳瀬さんも参
考に承知、うん、あ、すみません、小児科、うん、いうことは参考に承知に認めたい。まだ折り合いついてないんですけども、うん、維新としてはどういうふうに使いますか。まあ、とにかく柳瀬さん出てもらうことやと思いますよ。とにかくもう、愛媛県の方でそういう書類が出てきたわけだから、これ出てこないとやっぱり国民の皆さんから見てね、事実関係がこれはもう疑惑を抱かれたままになるから、やっぱり出てきてきちっと説明すべきだと。その出てくる方法はもう証人喚問だろうが参考人招致だろうが、まあとにかく証人喚問にしてもね、まあ要は答弁拒否があり得るわけだからね、まあ、とにかく早いうちに国会のオープンな場所に出てきて、ご自身で説明されるべきだと思います。他にご質問ございませんでしょうか。うん、先ほど の公明の議団幹事長の議論ですね、うん、まあ、国政では現実的に公明党と自民党なんですけれども、大阪という地方レベルではちょっとスタンスの違いっていうのが出てきたようにも思うので、うん、スタンスの違いが現れていると思うんですけど、知事代表として受け止めはどういうものがありますか。いや、公明党さんは要はこの大阪府議会、大阪市議会においてね、要は感情的好き嫌い、というようなね、こうものではなくね、冷静に大阪にとって何どういう施策が必要だということで、要は松井府政に対しても是々非々の対応をこれまでもしてくれていると思います。まあその前期はね、要は2015年の改選前はね、もうとにかく反対のための反対だった時期、公明党さんあるけど、前回の統一地方選挙終わって、この3年間についてはね、是々非々の対応でね、要は僕が提案する議案についてもね、前向きにいろんな意見言ってくれてるし、でまあ、そこで公明党さんの意見を聞きながら、まあ我々も議案修正したりしながら、まあ、進めてるし、その結果、大阪で、のまあ大阪を取り巻く経済も含めた各種数字は良くなってきてるわけだから、まあ、非常に地方議会の二元代表という制度の中で非常にあるべき姿を示してくれてると思ってます。幹事長、まあ、秋の住民投票の実施は厳しいということも今日おっしゃっていたんですけれども、もう一つの住民投票の時期についてはどのようにお考えですか。まあ、それだから我々だけで決めるわけにはいきませんから、公明党さんと相談を協議して、いや公明党さんは総合区だからね、特別区までは必要ないという立場でしょうけども、特別区を住民投票するにあたってもやはり住民の皆さんがに中身が理解してぐらいしていただけるような精緻な、協議書が必要だというスタンスにも立ってると思うし、丁寧な説明も必要だという、思いも持たれてると思うんでね、時期については、公明党さんといろいろ協議をしたいと思ってます。ただ、まあ、僕は、まあ、まあこの際統一地方選挙でと思ってるけど、公明党さん側から見ると、いやそれはやっぱり選挙は、まあ、他の政策の選択でもあると、ワンイシューはいかがなものかという思いもあるでしょうからね、これはこれからやっぱり協議をして決めていきたいと思ってます。他にご質問ございます。先ほどの一番で統一地方選でとおっしゃいましたけれども、大統領の考えの今一番最適な住民投票の実施時期で、いや秋を目標としてるけども、今公明党さんもね、そういうちょっと今の、議論の進み方では厳しいんじゃないかと言われてるわけだから、僕がその秋に、9月10月こだわりすぎると、なかなか、議会での同意が得れないんじゃないかなと思ってます。だからここは柔軟に対応したいと思います。統一地方選挙と同じで実施されるのが、まあ、今
思われているというその理由は、いやこれはもうね、まず一つは、まあ、選挙と同時なんで、経費的にぐっと抑えられることと、要は今の議会の構成、今の議員の任期中にこれはやるべきだと、ここはもう、もう譲れないところですね、うん、だって議員の構成変わるとまた一からになります。公明党との協議をしていきたいということでしたけれども、うん、その時期についての協議の時に秋という選択肢もあれば、統一地方選でという選択肢も含めての協議をしていきたいという意味でしょうか。まあ、そこは要は、決め打ちではなくて柔軟な協議をしたいと思っています。時期についても幅を持たせて柔軟にということです。我々だけでは決めれませんから、春まで、幅を持たせてという今の議員の任期中には答えは出すということです。他にございませんでしょうか。関西テレビ、うん、まあ、昨日ちょっとBS ですかね、テレビ番組で内閣官房長官の飯島さんなどがですね、うん、ちょっと、まあ、解散をですね、一時も早くした方がいいなというちょっと解散風がですね、にわかに吹き始めているように思うんですけれども、大変そうなっちゃってどういうふうに。これはもう総理の宣言ですから、それをもって民意を、こう民意に問うわけですから、信を問うわけですから、我々野党の立場ではね、それは、いつ行われても戦うしかないと思ってます。今のこの時期の解散っていうのは、その、なんていうんですかね、まあ、国民に理解される、ね、対からものだと。だから国民から理解されるかどうかも含めて、民意が問われるということですよ。他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それではこれで確認していただきます。ありがとうございます。